平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクションカワスボ抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも、シュー TV でーす。お願いします。お願いします。お願いします。というわけで本日はですね、はい、第2弾、前回ね、はい、ゲットラインバットというミドルマンさんのバット紹介しましたけど、はい、今回こちら、はい、ヘッドランバット、はい、というわけでこちらヘッドランバットですよ。現在も、はい、売り切れ続出という、はいはいはい、このヘッドランバット、はい、これね、ミノルマンさんの監修バットですけど、これを使ってバッティング向上した人が続出してます。おうおうおう、マジで続出してる。オンラインショップ見たら、うん、全部売り切れ。うほ、はい、ヘッドが走る、ヘッドラン、ヘッドを走らせる、名前の通り遠くに飛ばす、うん、いい打球を打つ、ヒット量産、ホームラン量産、はいはいはい、もうプロ野球選手も少年野球も中学野球も高校野球も、うんうんうん、女子野球も草野球の順もみんな使ってます、はい、マジで売り切れ続出。カラー3展開です、はい、赤、黒、金色、はい、僕の好きなカラーが揃っております全部入ってる、揃っております。で、まあ、こちら今回黒なんですけど、はい、初めた時ね、黒はまだあったのよ、赤と金だけなかったのよ。今見たら本当にもう全部なかった。ロングセラー商品すごいですよ、これ本当手に入るんですよ、なかなか。まあ、お値段はこちらです。はい、こちらのお値段になっております。これはもう僕もあの最近使ってますけど、うん、引っ掛けがなくなった。おーほーほー、変化球でこう引っ掛けちゃうとか、まっすぐも引っ掛けちゃうとかなくなって、遅い球とかもギリギリまでこう待てて、ちゃんとこう逆方向にパカーンって打てるようになって、いや、これは驚いたわ。スイングスピードが上がるっていうわけでもないの？でもそういや、上がる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 んだけど、こうヘッドを使うから、うんうん、ヘッドがこう何ギリギリまでこうキープできて、キュッてこう回ってくるんですよ、はい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 、なんていうの、力の入れ所っていうんですか、うんうん、あの力入れるときってやっぱこう当たる瞬間にこうブンって振るじゃないですか、うんうん、でも打撃を、ね、苦戦してる人たちは意外とここの後ろのこの部分でも力が入ってる、うんうん、で振る頃にはもうそのスイングの力は抜け始めてって、当たる瞬間はそんな力がなくなってみたいなイメージなんですけど、このバットはもう当たる瞬間にヘッドが走るようなバットの構造になってますから、これちょっとね、おったまげたよ。ヘッドランバットを使用した後のバッティングご覧ください。さあ、大宮憲法横の荒川第二のグラウンドですね。はい、こちら三塁線を破ってヒットを放ちました。珍しくね、三塁だということで、はい、どうですかね、しっかりとね、前でね、ボールをさばけました。しっかり待ちましたね。そしてお次、別の試合ですね。キャッチャーはショーヘイズの村山くん。さあ、ランナー2塁から、はい、こちら変化球を突っ込まずにギリギリまで待って、なんとかタイムリーを打ちました。ヒロト生還しましたね。はい、突っ込まずにね、もう本当に前で捉えましたけど、しっかり呼び込んで打てました。調子いいですね。さあ、また別の試合です。はい、こちら高めのボールをラインで打ちまして、はい、レフトオーバーですね。深々と行きましたね。はい、またヒロトが生還です。はい、こんな感じ。インコースでしたけど、ちょっとね、ちょっと差し込まれたんですよ。マジでマジでこれはね、びっくりした。これ今までなんですぐ使わなかったんだろう、もう打率めちゃめちゃ上がるのにと思いながら、はい、いました。はいはいはい、まああのミノルマンさんのね、あの YouTube の方でももうがっつり上がってますし、はい、あの前回紹介しましたゲットラインバットの方も、絶賛発売中ということなので、はい、ご検討いただきたいと思います。はい、はい、まあまずこちら打っていきましょう。はい、こちら打ってからのレガシーで打っていきましょう。はい、バットでいきましょう。はい、いきましょう、うん、まずはヘッドランバットでロンティーはい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 、初球初球、いや900g なんでちょっとね、やっぱね、重かったですね。重いでこれ95cm の 900g です。だんだんこの重さに慣れてきました。いいじゃないですか、これヘッドをね、聞かせ
おお、おお、めっちゃ飛んだ。やっぱこうヘッド効かすこの走る。いいんじゃないですか、結構。やっぱ重みがあるからヘッド効かせて打つとすげえ伸びる。はい、じゃあ普通の音いきます。普通のいきます。さあレガシーいきましょう。で今結構振ったんで、これでこれ打つとどうなるか。ちょっと擦ったな、擦ったんですよちょっと今。まあ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 、まあ、こんなもんでしょう。どうかな、いったんじゃん、これいった。今が振るタイミングでいつも以上にヘッドが走るのが分かった今。はいはいはい、振る瞬間のクッっていうこのクックが打球も相当速いと思う。速い速い速い、振った方向やばくないこれ、マジ。ヘッドラインやばいぞー、ヘッドラインやばいぞー。やばくなかった、やばい、今のはやばい。また瞬間でプン、それだけ。はい、わー、これはいったろこれ、わー、これはいったろこれ、めちゃめちゃ飛ぶと思う。やばいね、軽々です。軽々です、軽く飛ぶよこれ、軽く飛ぶ本当に。やばくない、やばくないこれ、ネット中段まで行ったんじゃない。やばすぎないこれ、やばすぎない、これやばくないですか、どぎもこれやばいな、ちょっとな、これちょっとえぐいわ。はい、じゃあ行ってきます。さっきちょっとドア気になったんですよ。で長いからどうしても真ん中のボールの方をしっかりと脇を締めて振らないと、こっちで打っちゃったりとか根元で打っちゃったりとかするから、そういうドアスイングとかの調整にもなるんですよ。うん、なんか先端がすごいしなってくる感覚がある。自分でも、ああ振りやすいわ、レガシーが振りやすい。俺あんまレガシー合わなかったんですけど、ああ今引っ掛けた。はい、というわけで、はい、はい、今ヘッドランバット打ってきましたけど、どうですか、やばくないですか。やばかった、やばかった。マジ？あのね、始まったよ。追うのが大変な時期ですね。追うのが大変、そう。両兵カメラ追うのが大変です。ああ、ちょっと、ここに。白くて見えないみたいな。いやいや、すごいっすわ、これ。これはバカ売れしますわ。品切れになりますわ。もう、これはビビったわ。マジで焦った。うんうん、普段ここのグラウンドだと、ギリ超えるぐらいなんですよ。まあ、広いっちゃ広いからね。そう、広いから。うん、けど、今、センターも超えたし、はいはい、レフトも軽く超えて、うん、もう上段ネットに。そんな50年やめてくださいよみたいな感じの。ちょっと待って逃がさねえぞそんなヘッドランバットすごすぎる。うん、マジですごかった。これを使って打った後のバッティング、マジで度肝抜かれました。でまずさ、これでも飛んでたもんね。これでもすごい飛んでた、うん、本当に。これはまあ作業しなかったけど、うん、これでもすげえ飛んでた。あとやっぱちゃんと当たったらやっぱ打感なかったし、うんうん、ヘッドがこううんってこう効いてる感じ、ブワンってこう、はい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 、先の方でこう行っちゃうみたいな、先にあーって行っちゃうみたいな。もうこれは強制されるってことだよね。そう、こう振るじゃないですか。振ったらこの先端のところが前にグワンってこうグワンって行くから、この感覚を掴んじゃったから、あのレガシーで打ったらレガシーのもうなぜかあれ重さ関係ないじゃん、うん、なのにあれもうワンってなった。前大きくっていうのが身につくバットっていう。そう、いつも多分こう打つときにこうなってたのよ。で一回グリップが下に下がっちゃう、あ下がってから大振りして外側に行って
外側全部引っ掛けちゃうみたいな、はい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 、なってたけど、インサイドアウトがちゃんとできて、うん、しっかりギリギリまでこうヘッドがこういかない、はいはい、行かずにしっかりと形いい形でできたところでしっかりこう回ってくれるんで、だから最近俺結果いいんだもんマジで。というわけで今回ですね、こちらのヘッドランバットをご紹介しました。ミドルマンさんの YouTube とアメージングさんのホームページの方は載せておきますので、チェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。これはやばいぞ。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。